すごい。確かにジェットコースター。ジェット、これじゃあ写真撮れた。はい、じゃあ乾杯。ちょっはい、おはようございます。今ね、6時24分、室温 17.8 度、湿度 47% です。朝やっぱりね、肌寒いです。今、外気温が何度ぐらいなんだろう。はい、外気温がですね、今3度です。かなり寒いです。はい、外に出るときはね、ちゃんと上着着ないと、トイレとかだいぶ寒かったです。はい、ということでね、今日も準備していきたいと思います。おはよう。じゃあ、外晴れてる？お外どう？いい感じで晴れてる。今日は最後の北海道観光日です。早かったな。あっという間。明日はね、もう苫小牧行って、フェリーです。はい、今日切るよ。今日はどこに行くんですか？今日はチーズ工場とお酒があるところと青い池を行く。青い池が一番最初だね。すぐ近くだから。そうなの？ここからすぐだ。うん、まだまだまだ。まだ来てない。もう歩いたらもう車でシュッて。それが終わってからもう一個ファーム富田とかなんかその辺行くか。お昼はあそこ行くかだね。ジンギスカン。ああ、ジンギスカン行きたいね。で、あとはチーズ工房、あとワイナリーかな。で、その後はまた移動して、まあそんな感じでちょっといる場所と行ける場所と要所要所を押さえながら行こうかなと思います。出発。なんか鹿さんよりさ、キツネの方が見てる気がする。うん、およそ2キロ先、目的地。ここなんかね、キャンピングカーサイトみたいなのが。そうそう、電源とかダンプもあったもん。あ、いいね。うん、今度またこの辺利用するときには。そうだね、この辺雪がまだ結構残ってる。寒いもんね。朝気温3度だったから。朝寒かったもん。なんかところどころベンチが。で、今のところからこの青池まではもうわずか2キロということで、もうあと1キロしかない。4月29日クマ出没注意だって。割と最近だ。ほら、こんなとこにもクマがおるんやね。まあ雰囲気的にはいそうで。まず昨日のところの通りからしたらいそうか。うん、あそこか。あ、ここが駐車場。あれ結構人いるじゃん。本当だ。こっちまで来れば人がいた。降水確率 20% です。わー、すごい雪が。あそこ。よし、じゃあ到着したんでね、向かいたいと思います。ちなみに今朝もソーラーが入っているので給電してます。 87% 8.5 アンペアぐらいで充電してる。 8.5 アンペア、結構日差し強いもんだって。もちろん冷蔵庫とかね、使いっぱなしなんで電気は使ってますけど充電してます。ゆうちゃんどう？寒い？平気？よし、じゃあ行こうぜ。じゃあ割ともうこの辺から見えてます。もうちょっと近づけるかな。あ、綺麗だね。今日駐車場からすぐです。うん、青いね。うん、風が冷たい。うん、これなんかあの木咲いてることあるのかな。ずっとあのまま刺さってるだけ。うん、生えてんの。ふいちゃん写真撮れた？ふいちゃんも写真撮ったよね。見る？見して。いいよ。上手、撮れたじゃん。もう208枚写真撮ったちょっと向こう歩いてみる。川は多い。で、
こっちはエメラルドグリーンな青、うん、かな。青い池はどうでした？いい感じです。いい感じでした？いい感じです。雪がすごい、あそこの、うん、結構残ってるよね、目の前雪かけづらいんだろうね。すごいね、北海道は雪がまだあるんだね。ね、雪が積もってるんだよ。あっちにも雪積もってるぞ、うん、ね、うん、行くよ。すごいね、すごいうーちゃん、こける。滑り落ちたね。よし、じゃあボンちゃん戻りましょう。はい、ボンちゃんね、 9.6 アンペアとか 9.75 アンペアとか、それぐらいで今充電してます。 88% まで回復しました。あの、何もしてなくてもソーラーで勝手に電源回復するという。マジでこの度全然そう、バッテリー問題は全然なかったね。なかったな。よし、じゃあ行こう。今ちょっとね、青池を出発します。で、朝のね時間に来たので結構まだガラガラでした。ちょうど今ぐらいかな、結構入ってきますね車が。出口で生産です。よいしょ。500円。うん、こっから一旦美瑛の市街に戻って、美瑛のね、今度神社に行こうかなと思ってます。美瑛神社、その後ね、ちょっとまたどこにか考えたいと思います。北海道の働く車はマジででけえ。でけえ。け、土地が広いけ、あんだけでかいやつじゃないと、うん、無理や。すごいなにしても北海道ってまっすぐやな、道が。何がすごいってまっすぐなのよ、本当に本当にまっすぐなの。むしろこれ、ようこんなまっすぐに道路作ったなっていうぐらいまっすぐ。はい、残り 800m ぐらいです。あ、あれあれかな、あの大きい鳥居のところ。北海道の中でも結構有名な神社らしい。北海道三大パワースポットの一つらしい。どっちだろう。あ、右に行けるかな、右に行けそうだね。ん、電車だね、あれ。本当だ、電車だ。電車がなんかお家っぽくなって、なんだろうあれ。いや、いいよ、これセット。あ、またご立派な神社。はい、無事にね、到着しましたので向かいたいと思います。お邪魔します。うちゃん、でも慣れたものです。寒い。いいよ。そうだね、社務所があそこだな。伊江神社、うん、丘の町、熊野那大社との、ね、交流というかあれもあるみたいで、中に八田ガラスの、ね、おみくじとかありました。そうそうそう、向こうでも、ね、見たやつと同じものがありました、うん、よし、じゃあ次の場所に行きましょう。とりあえず今ね、出発しました。で、この後はファーム富田だっけの方までね、行きたいと思うんですけども、ファーム富田の方は、まあ、若干ねラベンダーが咲いてるということなので、ちょっとねその辺も楽しみに行こうかなと。で、今日ね朝早め行動なんで、割とね時間があるんですよ。まだ10時でしょ。そう、まだ10時なんで、今からですね、セブンスターっていうのとマイルドセブンの丘、あとジェットコースターの、なんかこの辺すぐ近くに3つあるみたいなんで、ちょっと車でさーっと行こうかなと思ってます。まあせっかくね近くまで来たんで、あとねやっぱ富良野とかね、美瑛とかこの辺はね景色がやっぱ綺麗なので、それも兼ねてねちょっと行ってみようかなと思います。なんかいろいろあるんだね、なんちゃらの木みたいな。ケントメリーの木、ケンメリア。何それ。車、アコスカのスカイラインとか、あの時代のケンメリー。あれか、あれがケンメリの木か。どれ、あのズドンって。ああ、すごいね。でもなんであんな風になってんだろう。見えていますでしょうか。これです。はい、一つ通過いたしました。ケンメリ通過。うん、おーっち、すごいね。おー、パパの、こっちは確かに景色がいい。こんな感じです。
ごいね、桜咲いてる。桜咲いてるよゾーン、うん、結構だから北海道の桜ってこの場所によってはゴールデンウィークとともに咲いてゴールデンウィークとともに散るらしい。確かにね、ちょっともうほら葉桜になってるから、うん、若干過ぎたかなっていう感じ。網走ぐらいがピークだったんじゃない。うん、網走結構綺麗だったよ、うん、セブンスターの木って書いてある。本当だ。いやでもここも綺麗だね、ここ、うん、ここもすごい綺麗。特に何かの観光地ではないけど綺麗ですよ。まだセブンスターの木までには行かないんだ、うん、あの真ん中にある木だべよ、うん、なんか今すごい人いたよ。わー綺麗だね。わーすごーい。なんじゃここの景色。おー、とても綺麗、美しい。多分あそこがセッターの綺麗。ただ観光バス、観光バスが止まってます。すげーな人だ、うん、これね、右方向です。よし到着です。結構すごい、こんな感じ。向こうね、山も見えます。車窓から見える景色もこんな感じです。景色が綺麗や、うん、あれが多分セブンスターの木。なんでセブンスターの木なんだろうね。確か北海道かな、 なんかの観光ポスターに使われた木らしい。セブンスター、なんか奥の方も綺麗だけど ね、寒いです景色が綺麗です。そう、ちょっとね人がいっぱい来ちゃったので早めに退散です。やっぱり寒いよね、富士山じゃない。いい感じだねはい、今ですねセブンスターの木に行ってきました。駐車場があったのでね、ちょっと止めて見てみました。なんかねこのセブンスターの木自体もいいけど、なんかこの雰囲気がいいよね。ここのこの辺運転気持ちよさそう、うん。でこの後はまたね同じようなとこなんですけど、マイルドセブンの丘っていうのがここからね7キロぐらいのところにあるので、そこもねちょっと寄って行こうかなと思います。今日はドライブ動画だね、うん、なんか最初ほら結構そのうわーすげーすげーすげー、なんかほらなんていうの、田んぼじゃなくて畑じゃなくてなんかさザーってなってます。丘ほらここを左に曲がって坂を上がっていくとマイルドセブンの丘らしい。どれだろうね、マイルドセブンの丘はあれがあるのかな、駐車場があるのかな、どうなんだろうね。多分ねこっちじゃなかった、向こうだな。ここね電波が入らないんで Google マップが分かんないんですけど、多分こっちじゃない。なんかね今見てたのが旧マイルドセブンの丘で、もう一個マイルドセブンの丘っていうのがあって、それがなんかねどうやらこの先のようです。確かにねあの旧の方はちょっとキャンカーできついかも。もうちょっとしたらジェットコースター、うん、ここからジェットコースターの道って書かれてたけど、ジェットコースターの道ってどんな感じなんだろう。ここから見下ろすとうねうねするんじゃないの。そういうこと。今上に上がってきたってことじゃない、まあ、ここがジェットコースターの道。確かにうねうねしとる。あでもこれさまだついてないの。えこっからって書いてあったからそうなんじゃない。あそういうこと。結構あれだね、登って下って登って下ってですよ。だからジェットコースター。おーおーすごいな、すげーな、これはすごい。あすごいわすごいわ、見えてるかなこれ。めちゃくちゃすげー、見えてると思うけど、ちょっと想像してたのと違った、レベチだった。おーおーおー、すごいすごい、確かにジェットコースター。ジェットコースターだ、面白い。一応ここが場所的には、あもう終わりかな。はい終わりました。景色めっちゃ綺麗。
富良野なのここ。いや、特に富良野でしょ。あー、もうな、今度夏に行きたい。夏だね。来年あたり行けないかな。10年後かな。あ、じゃあもうずっと全国制覇旅終わらない。あ、またまた着いた。ここだ、パーンと見た。よいしょと。え、ここだよね。うん、じゃない。さあ、うーちゃん、今日はこっちです。こっちって景色綺麗やね。いっぱい、本当はお花とか咲いてるんだけど、今まだ5月だから咲いてないんだって、今日は。ほら、本当は多分ここがみんな一面に咲いとるんやろ。確かに確かにな、うん、残念ながらすごいね、土。本当だね。なんかさ、芝桜がちょっとバイクもラベンダー色なのね。本当だ。よし、そう、本来は多分この辺も一面咲いてるんだよね。ちょっとね、季節がね、まあ逆に言えばガラガラの時に来れるってことですよ。その時に来ればこんな感じでです。すごいね、多分右側も本当は一面咲いてんだろうね。お腹空いちゃったね。え、今終わるダメだよ。うん、この後ジンギスカンやね。あ、でもね、ここから近いらしい。ジンギスカン、うん、唯一咲いているゾーン。何これ、ムスカリ。紫色のアイス。これは何。ラベンダーメロン。ママ、メロンミックス頼もうかな、うん、にしよう。見せて、みーちゃん。綺麗、ね、な色。紫色だね。花、ちょっとお花って感じだね。不思議な色ですね。こんなでも色のアイスなかなかない。うん、ママ、何かを買いに。北海道メイクインのジャガバターに男爵もね、選べる。 2種類から選べる感じ。今日晩ご飯ジャガバターやろ。え、いいよ。夏だとね、多分すごい綺麗なんでしょうね。あ、グリーンハウス、ここだけ見る。ここがラベンダーが咲いてるらしいよ。あ、温室なんだね。うん、ふふふふ。ここにラベンダー素敵になっちゃった。いい気分らしい。さあ、じゃあお昼ご飯食べ行こう。はい、今ですね、ファーム出発しました。時期外れっていうのと、あと今日が多分ゴールデンウィークの最終日なんで、まあ、天気はいいんですけど、意外とね、空いてました。逆にきっと来月行ったら綺麗なんだろうな。そう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 、まあ、そこはね、しょうがない。で、今日はこの後のお昼ご飯に行きます。で、今日のお昼ご飯はですね、これはね、ちょっと前々から、前々っていうか最初から決めてた場所で、ジンギスカンのね、プラのジンギスカン羊の丘というところで、結構ね、ここが美味しいということで有名だったので向かいます。炭水化物の走りに行きます。あ、いいね、どこまでも続くこの線の感じ。じゃあ、とりあえず10キロぐらい走って羊の丘まで、行きたいと思います。はい、もうすぐですね、到着です。もう目の前から。あれ、あの店じゃないの。あ、そうだね。腰に手の届く丘、キャンプ場です。キャンプ場の近く、羊の丘並んでるの、木が。あ、こっちの、あっち、こっちの。うさぎさんがいる。あ、めいめい。あ、え、めいめい。はい、到着しました。おお、コテージ、コテージすごいね。いい景色やね。よし、ご注文こちらにお願いします。はい、これが作法、これがもう一個の方。この間食べたジンギスカンと同じ、もっと美味しいもん。パパは
失った前半を取り戻すかのようにものすごい勢いで食べております。みーちゃんどう？おいしい？ここにねあるので2個分200円入れて、そしたらねすっげー量すっげー量すっげー量めめちゃんに、もう一回やってごらんよ、大丈夫だよ、パンにしてあげて、そう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 、もっとうまいうまい、そうそう上手上手できたじゃん。どうやって食べさせんの？これって、まあ、置いとけばいい。このお店ね、フラノジンギスカン、羊の丘を出ました。すごいね、美味しかったです。美味しかった。めちゃくちゃ安いよね。安い。まあうちはそんな食べないのかもしれないけど、まあうち4人前ぐらいしか食べてないのか。でもそれでも安かった。3人でだけど、まあうーちゃんは会ってないようなもんだから、うん、まあ6000円ちょっとぐらいかな。初めての。ああ、そっか、パパは初めてか。ちゃんとしたジンギスカン食べて、いやお店で食べたのはパパ初めて。あれビール飲んだら一応うまいだろう。え、うまいと思う。今日はですね、ここからちょっとだけ走ってフラノのワイン工場、まあフラノワインだけ買おうかなと思ってます。ちょっとで、あとその後近くにチーズ工場があるので、そこも行こうかな。これ全部でも行けたら一応ミッションコンプリートというか、とても充実した観光の旅になった。なんかすごいフラノ詰め込んだ感。うん。さて、とりあえず12キロぐらいあるから、うん、まったり行く感じで。もうじきですね、到着します。あと 800m、 ワイン工場、ワインハウス、なんかいろいろ書いてある。なんかワインのやつ、ね、あ、結構なんかでかいね。まあまあ工場っていうぐらいだから。そうか、ほら、ぶどう果汁工場、13米かな。着いたよ。はい、到着しました。この通り、本当この通り、すごいスッキリしてる。複雑です。香りが結構すごいかも。これ白？白。そのまま食べられる部分。すごい香りが出てフルーツ。美味しいこれ。あるちゃんほら来て。はい。いいよ。これシュワシュワしないよ。しないしないしない。パパ、見て。本来のブドウって感じ。ふうちゃんにはハテナマークなの。ブドウの中の可愛い。こういう味のゼリー。はい、無事にですね、ワイン購入できました。これからですね、まあ、10分ぐらい走ったところにチーズ工房っていうのがあるみたいなので、パテを買いに行こうかなと思います。すごい、ね、シャトーフラノ橋だってえ、シャトーフラノ橋ってすごいね、うん、で、チーズ工房行って、で温泉行っちゃいます。温泉が終わってからまたちょっと今日は移動するかな、1時間ちょっとぐらい。まあ明日ね、ちょっと苫小牧の方まで戻んなきゃいけないんで、向こう側に近づけるようにちょっと走ります。今ちょうど車は日が差してあったかいな、中が。あ、ここじゃない？これかな、フラのチーズ工房。目的地付近です。音声案内を終了します。割と大きい、チーズ工房。テイクアウトでピザ買う。止まってきます。今ですね、チーズ工房行ってきました。ピザのいい匂いが後ろからする。そうそう、今ね店内でチーズをね買いに行ったんですけど、なんかピザもあって、でそれがね、ピザがそこで焼いてくれるピザ、ね、でテイクアウトもできるみたいだったんで、それをねテイクアウトしてきました。ちょうどよかったね。うん、美味しそうだったよね、あのピザ。ちょっとね、その場で食べるとあれなんで、あの夜ご飯用にテイクアウトしてます。で、今日はこの後
温泉の方に向かっていくので15キロぐらいで、なんか今日の日帰り温泉なんですけど結構なんかいろいろ入ってる、なんかめちゃくちゃいっぱいあるらしいということで、これからですね万華の湯というところまでね、まあ、ちょっとだけ14キロぐらいだけ戻ります。はい、ということでね、まずは温泉の方に向かっていきたいと思います。万華の湯だ、合ってるの？なんかいろいろあるんだもんね。このホテルなんだね。今から温泉向かいます。万華の湯、なかなかご立派で、今から飲みます。パパは待ちくたびれすぎて水も買ったし、その前にアイスも食べたよ。だいぶゆっくり入ったよ、今日。え、そうなの？うん、そうなの？こちらもゆっくり入ったよ。お風呂楽しかった。うん、もうあと全部。はい、今ですね、温泉の方に行ってきました。結構長いこと温泉で、2時間ぐらいだった。そんなにいたかな？いや、多分果てしなく長かった。なんかね、うーちゃんは塗るのがいっぱい来たから、ものすごく嬉しかったみたい。いや、でも確かに種類はたくさんあったね。うん、広いし、そして結構綺麗。はい、ということで、結構ねこの日帰り温泉を割と楽しめました。で、最後のね車中泊地ということで今からですね、うん、走りましてシムカップの方に向かっていきます。なんだって？シムカップ。シムカップ、うん、シムカップっていう地名のところ。すごい名前だね、聞いたことない。で、到着予定が7時50分なんで、まあ、割とね暗くなるのかなって思っております。ちょっとここからですね少し長いですけどもシムカップまで向かっていきたいと思います。うん、なのかな、今まで鹿のマークあったけど鹿なんて出てこなかったよ。やっぱ夜中なんじゃん。ということでこんな暗い感じの道を頑張って走っていきます。結構ね暗い。暗いよ。ちなみにロービームにするとこんな感じなの。前が見え、そう先が見えない。あの本当赤いやつを辿っていくしかない。怖い。北海道に来て本当に思ったのがヘッドライトだけはちゃんとしたものを入れなきゃいけないなっていう、うん、結構標高が上がってくる。あ、シッカーいた。シッカーいたけどこれなんて分かんないよ。もぞもぞしてる。あ、キツネ。なになになに、どこ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 。あ、今行っちゃった。全然見てなかった。多分キツネ。え、こんな感じかこシムカップ。カンムリ。はい、先ほどですね無事に到着しまして今ね着替えとか終わったタイミングです。今日が最終日。うーちゃんはご飯できるまで後ろのベッドで避難です。眠いとか言ってゴロゴロして。ちなみになんで電気つけてるかっていうと暗くしたら鹿さんがコツンコしてきたら怖いからだそうです。今日ねチーズ工房で購入したピザ、すごいいい匂いがねする。おいいね、めっちゃうまそう。これ後ほどねトースターでちょいと再加熱します。アヒージョをどれでやるかだね。じゃあバケットはピザ食べた後に考えて、うん、やるでしょ。これね我が家のレシピでっかいな具材がね。何これ？そう。何これ？マッシュルーム。いっぱい振りまくんだね。あ、野菜入れるでしょ？これ以外は入れていいよ。ニンニク以外は全部入れていいよ。野菜は？うん。これでもさ。タフマルジュニアにはこのメスティ多分ぴったりだよ。うん、いい感じ。さあ、ウーちゃんが作ったアヒージョがグツグツ煮込まれます。こうやって焼かないと無理か。こうだ。いきます。
今ね、車内温度 25.4 度だ。熱源がたくさんあるんだ。暑いです。やっぱトースターで焼くとカリカリが復活して、オニオンなんとかだったの、これマルゲリータ、ふーちゃんの情報でバケットを焼きます。パンだらけ。はい、今日のご飯ね、完成ですね。買ってきたピザ2種類、ハーフで買ってきたやつと、あとバケットですね。バケット4個焼いてます。あとアヒージョと、買ってきたねフラノのワイン、あとウイちゃんのブドウのジュースです。さあ食べましょう。じゃあまずはね、飲み物入れていきましょう。ウイちゃんのブドウジュースから。ワインのところにブドウジュースが売っていなかったので。あ、でもなんだろう、見るからにブドウジュースがあるね。フラノのワイン、なんかこするとラベルから匂いじゃないですよ。あ、ラベンダーの匂いする。ここは試飲してないんだけど、どういう感じなんだろう。うん、なんかまあ、よし、はい、じゃあ乾杯しましょう。はい、ちゃうちゃん乾杯。乾杯。気をつけてね。どう、飲みやすい。美味しかった。甘いのと辛いのの中間ぐらいで、さっぱりして、甘みはないよね。じゃあいただきます。はい、いただきます。今日のピザ、うまい。ホタテ美味しい。でもトースターがあるからさ、こういうピザもさ、また再加熱してカリカリにできるからいいよね。ウちゃんが好き好きパーティー。お酒うまい。結構さ、今日買ったこのピザ美味しいね。美味しい。なかなかさ、本格的なのはないね。うん、ちゃんとしたところで買ったから結構美味しいのこれ。はい、ということで、じゃあ今日のコメントテーマ、このピザについて聞いてみようか。今日のコメントテーマは、好きなピザ、パパは何派？パパは、マルゲリータ。ウちゃんはパイナップルでいい。パイナップルピザ。ママは、ママも割とあれかな、マルゲリータとか。あ、パパでもね、ジェノベーゼ好きだわ結構。あ、ジェノベーゼね。まあだからシンプルなチーズとあれだね。あれぐらいがなんか一番食べやすくていい。ということで、ぜひね、皆さんの好きなピザをコメント欄で教えてください。教えてください。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。はい、あとね、こちら今日購入した、ワイン工房で購入したやつかな、フラノのブドウ果汁サイダー。でもね、これはあったのでこちらね買ってみました。どんな感じでしょうか。うん、うまいね。ビビ炭酸だね。本当のピザ。これでも普通にうまいわ。なんかよくあるブドウジュースと違って香りがちょっとあるかも。あとね、これね、今日実はもう一本ワイン買ってました。こちらですね、ソレイユ。マスカットらしいよ。甘い系のワイン。これもね、フラノのワインです。これもね、ちょっと飲んでみようかなと。結構とろみありそう。レモンも甘い、甘め。あ、なんかあれだね、これを少し味濃くしたら食前酒になりそうな味。デザート。うん、そうだね、デザートなワインだ、ね、デザートワイン。はい、ご飯もね食べ終わったので、今ねフラットにしてゴロゴロタイムです。今日がね、北海道で過ごすね最後の夜なんで、早かったね。うん、だけどそんなに長かったね。そうだよ、2週間ぐらい。そうだね、フェリー入れて14日ぐらい。あれ一番長い。うん、過去最長かな。車中泊としては12日間なのかな。旅としては14日間、フェリー入れて2週間いたわね。それでも回りきらんかった北海道。まだ札幌も行ってないし、函館も行ってないし、そう、道東道北に関してもだいぶ飛ばしてるから、本当に要所要所に行きたかったとこだけしか行けなかったかな。今日の富良野ぐらいの勢いで多分回んなかったら、回んなきゃいけなかったね。そういうのを気にせずに1週間とか2週間とか行くあてもなく北海道をブラブラしてたら楽しいかもしれない。まあでもどこを撮っても楽しかったな。まあそんな感じでね、あっという間の2週間でした。帰りたくないね。今日はね、この後のんびり過ごします。もう寝ます。はい、じゃあ寝るよ。おやすみ。おやすみ。じゃあね。はい、ですね、6時57分です。室温 19.4 度、湿度 45% です。車内はね、だいぶ暖かいんで快適に眠れました。
今いるとこの外気温が6度ですね。かなり寒いです。今日はね、北海道最終日、苫小牧まで行ってね、フェリーに乗ります。まあその前にね、ちょっといろんなところを寄れたらなと思っているので、少し早めに行動します。よし、じゃあ今日は最終日なんで布団も片付けちゃいます。そうだよ、よし、オッケー。はい、今ですね、出発しました。で、今日はですね、これから苫小牧にね、3時ぐらいには着いて乗船を始めなきゃいけないので、それまでにはね、フェリーターミナルに向かおうかなと思います。と、1個ね、ノーザンホースパークっていうところですね。苫小牧の方なんですけども、こちらの方でね、うーちゃんがね、どうしても馬乗りたいっていう話だったので、ここに最後寄ってから帰ろうかなと思ってます。はい、今ですね、この辺がですね、あの夕張メロンで有名な夕張市です。横はこれメロンのやつなのかな。お、結構でかい川。ほんとだ、北海道ほんと川多い、こういうさ、ちょっとさ、緑の濁ったやつ、この辺は、これみんなメロンだろうな。こういうやつがさっきからずっと並んでる。もう千歳に入ったから、上が飛行機飛んでたね。長沼町、マオイの丘、だいたい10時のとこいいじゃん。道の駅で一回お土産買おう。道の駅の前にマーケット、あれカルディのやつなのかな。こっちが道の駅、あれなんか上もあった。はい、今ですね、道の駅マオイの丘の方に行ってきました。お土産も買えたのと、あとはね、一応朝ごはんもね買えたので、まあ良かったかなと。で、今日はこの後ですね、ノーザンホースパークっていうところにね、今から向かっていきます。距離はね、だいたい30キロぐらいなんで、40分ぐらい着くかなと思います。およそ2キロ先、左方ちょっとこっち風あるかな。あ、そう、なんかさっきちょっと風があってる。はい、もう少しでね、到着します。ノーザンホースパーク、あと 1.4 キロ。まあ駐車場だともうちょっと前かな。この本格的な乗馬の方もあるし、なんかその引き馬みたいな、結構いろんなのあるかな。この先料金所、あ、ここだ。入口っぽいね。なるべく入口側に止めよう。そうだね。さあ行きましょう。寒いね。これビラ書いてあるか。今の現在地が寒っ。ピーはダウン必須だよ。ダウンは必須だね。ついに馬の日です。ちょっとポニョが大きかったけど、まああんま変わらない。ではこの辺から、せーの、やったー、ありがとうございました。湯気でもポニーの金ちゃん頭が良かったよ。賢い。賢い。ポニーってやっぱさ、あの大きさが大人なの。でもあれちょっとちっちゃいんじゃない。そういうこと。馬車優先。馬車優先道路。ね。長野旅に馬車優先。これポニーなの？じゃないの。ポニーってこんなもんじゃない。ああ、かもね。黒いお馬さん。お立派だね。ん？雪が好きなんだって、ジョン。へぇー、大きいおばさんが、馬車だ。大きいね。大きいね。馬車、これだよね。それ、大人2枚と子供1枚か。ちょっと気をつけて、ゆっくり途中に乗れる、こちら。よし、どう？お馬さんいた？あ、でっかいね。これ本当のパリティア。
馬力、何馬力やんな。1馬力。なんだろうこれ。馬力で多分2桁以上はある。2桁。馬以上はあると。この馬さんって大きい方に入るんですか。大体その子で体重が760から770。でっか。すごいね、700。もうしまいだよ、そろそろ。でっかいね。じゃあちょっと入ってよ。でかいな。大きいよ。この馬さん大きいよ。カリバー。カリバー。ありがとうカリバー。まだでっかいのがいると思ったらすごいよね。いやびっくりなのがさ、馬ってさ1頭で1馬力と思ってたけど、あえて10馬力分の馬もいるんだっていう。10馬力分の馬がいる。あれも大きい方には入るけど、もっと大きい馬がいるっていう事実な。そうそうそう。あれで700キロでしょ。キロぐらい。上には上がいて、1200キロぐらい。1トン、1.2トンだった。すごいよね。すごい。スーちゃん違うポニーになってる。ポニーこっち側にもいる。いっぱいいるな、これ。いっぱいいるね。また違う大馬さん。これ競争馬だったの。ディープインパクト。へー、父がディープインパクト、ラストインパクトだって。多いね。この辺みんな競争馬なんだ。そうなの。うん、まあ、主な戦績って本当だ。今はもう、まあ、引退し、今はもう卒業した。そう、お仕事終わったってこと。あ、ふいちゃん見て、白いお馬さん。本当だ、白いお馬さんだ。あ、お馬さんが来た。お馬さんが帰ってきた。大きいね、やっぱお馬さん、うん、なるほどって感じだね。競走馬が終わった後はこういうところで余生を過ごしてる。すごいね。あうちゃん、ほら向こう側から来るよ。お馬さん社長、じゃ社長と写真撮る。はい、と今ですね、ノーザンホースパークに行ってきました。朝はね結構ガラガラだったんですけども、意外とねお昼ぐらいかなんですけど、結構ね人が入ってきました。まあ朝のうちにね来れたので、いろいろと見れたりとか、あとはね馬車とか乗れたりとか、結構ね敷地が広大で、あ、そうそう、でホーストレッキングとかもあるんですよね。ちゃんとした乗馬のやつ、そういうのもあるんでね。お馬さんがお外に放牧されてる。一時停止です、ね、お馬さん多いんだ。多いね。で今日はですね、これからもう苫小牧の方に向かっていきまして、苫小牧フェリーターミナルですね。まあ道中ちょっと一個だけね、ウトナイ湖っていうところがあるんで、そこだけちょっと寄って、なんかお昼ご飯食べたいな。そうね、ということでね、ここからねウトナイ湖の方に、ね、向かっていきたいと思います。どこだっけ。クシャラ湖。クシャラ湖。クシャラ湖。あ、お湯出るとこだよね、あそこ。あ、そう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 、そうだよね。なんか食べるか中で。ああ、食べてもいいよ。食べちゃおっか。道の駅ウトナイ湖。豚バラ煮込みカレー。美味しそうじゃん。よし、ウちゃんとカレーを分け合います。辛くない？大丈夫？はい、今ですね、ウトナイ湖で、お昼ご飯ね食べてきました。でちょっとねお土産とかあったら買おうかなと思ったんですけども、ちょっとねあんまり売ってなかったので、まあ、お昼ご飯だけねいただいてきました。ちょっとね、あの道東で買っとけばよかったと思って。意外とね道東はねいろんなの売ってたんですよ。で道東がいろんなもの売ってたから、まあ他でも売ってるでしょうと思ったんだけど、意外とねあんまなかった。なんかお土産後回しにするよりその場で買った方がいいかも。うん、だからねぜひね、皆さんあのお土産を買うときは行った場所で買ったと思うんですよ。思った時に買うべき。そうそうそう、はい、そうだね。ということで、次回の動画ですね、フェリー編、北海道苫小牧から茨城大洗までのフェリー編になるんですけども、北海道の旅としましては今回がね一応最後になります。まあ、今回ね約2週間
の旅でしたけども、ちょっとね北海道ね、やっぱ2週間ってね足んないかな。足んないですね、うん、2週間だったらもう道東だけとか道北だけとかそんなもんでもよかったかもしれない。あ、帰りたくねえな。だから総じてね言えるのはすごいやっぱね、北海道は北海道にしかない唯一無二の景色が広がっているという。そうです、唯一無二でした。なのでキャンピングカー乗られてる方はね、ぜひね、ぜひ来てほしい北海道に。でおそらく北海道行った人は、まあ、もうよく知ってると思うんで、あの何回も多分来てるでしょうと。一回来ると何回も来たくなるっていう理由がそこにはあるので、うん、っていうのをね今回すごく体感しました。であとはね、まあ、一つの、ね、目標であった、まあ、根室の、ね、最東端と宗谷の最北端、この2つも、ね、今回クリアできましたので、この旅の中で、ね、あの目的を明確にしてたところ、そこも、ね、無事到達できて、まあ、証明書も、ね、いただけましたので、あとはですね鹿児島の佐多岬のみということになります。あと1つ、この全国制覇の旅をやりながら4曲を取るという、まあ、小さな、ね、目標を立てて、まあ、我々にとってはかなり大きな目標ですけども、立ててそれもね順調に来ましたので、今回の旅はね総じて良かったかなと思います。今回の北海道旅ですね、以上になります。本当ねここまで動画を全部見てくれた人は本当にありがとうございます。またね次回の全国制覇旅を見ていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ツイッターとインスタとコメントもぜひやってるので、そちらもお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。アイスミー。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね。バイバイ。